尾び川は、千葉県を流れ、東京湾に注ぐ二級河川。流路延長 88km は、千葉県内では、利根川に次いで2番目に長い川である。鴨川市清町の清澄山系に源を発し、君津市清和田畑の殺合支線との合流点より二級河川の指定区間となる。君津市、木更津市、袖ヶ浦市を蛇行しながら還流し、 再び、木更津市に入って、久妻、アゼドで、東京湾に注ぐ。下流部は三角州を形成し、川口付近では、東京湾内で、最大規模となる1400ヘクタールの広さの、万州干潟を形成している。川口付近は、早くから、人間の営みが形成されており、付近に、弥生時代の菅尾遺跡が存在する。大和岳命の統制の折、 海に身を投げた、音立花姫の泣きがしばらくして、浜に打ち上げられる。不眠に思った付近の住民は、山で木を切り倒し、その木を川に流して、泣きを収める、小さな棺を作った。以降、その川を帯津川と呼ぶようになったという伝説がある。本河川の下流域ではかつて、日本重血球中症が流行していた。ただし、 千葉大学医学部規制中学教室の調査による確認は1985年と非常に後生のもので、全国の人間以外の地方病感染も1983年を最後に見られなくなり、最大最後の有病地だった山梨県も1995年に収束宣言を出している。なお地方病を媒介する見入い外は現在、 その最大有病地だった山梨県の釜梨川と最後に確認された有病地だったこの帯別川の2カ所だけに生き残っている。ありがとうございます。